皆さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。はい、今日はね、かぐやのラジオの登録があったということでダッシュしてここへ来ました。嘘ですちょっとね、時空の歪みがあるからね、まだ私は収録、皆さんにお会いできてないタイミングで撮っているんですが、いかがだったでしょうかね。みんなには内緒で、あおちゃんと二人で、こっそり一ヶ月ぐらい前から準備して、自分たちで二人で浴衣を買いに行って、皆さんの前で、ご披露したと思うんですが、うわーって思った人いないかな。大丈夫かな。はい。そして、今回のタイトルコールなんですけれども、暴食の罪藤原さんからいただきました。街角魔族がね、無事に始まっているということで、シャミ子ちゃん風に行こうと言われたので、やってみたんですが、わかったかな。わかんなかったらごめんね。はい。ということで、そっか、もう夏休みに入るのか。じゃあ学生さん、大学生の皆さんは夏休みなんでしょうか。まあ、社会人の方はね、まあ、関係ないやいって感じだと思うんですが、私も関係ないかな。うん。まあ、どんどんこっからね、暑くなっていきますが、頑張っていきましょうね。それではそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。ラジオネーム休館さんからいただきました。ココちゃんの枕は固め系ですか、ふわふわ系ですか。え、やばい、枕使ってません。コハラコロミの心置きなく改めましてコハラコロミです。ね、前回から始まったここが知りたいなんだけど、その場で入って渡されるんですよ。ごめんね、どっちでもない、枕使ってないんですよ私。そう、以前はふわふわ系でもないね、低反発の枕を使っていたんですけど、やっぱね、姿勢がちょっと悪いかったりするから、猫背になってしまうのもあって、肩が凝っちゃったりとか、あと普段リュックだから、それもあって肩こりが結構あるから、と思って、枕慎重に選んだんですけど、あんま改善されなくてですね。だから思い切って枕を外してしまえと思ったら、調子良くなったから、そうそうそう。だからね、枕使ってないんですよ。すごい前の話になるけど、月が綺麗の収録の時も、枕を使ってないですって話したら、村川さんと遠山さんから、ねえ、それ詳しく聞かせてって言われて、現場でなんか枕の話をしたのを覚えています。はい。ということで、あれ?今回は、ふつおたを紹介する前にこちらのコーナーをお届けするということで、え?牛乳のコーナー!牛さんがゲストに来てくれたよみんな。こちらは皆さんからおすすめしてもらった牛乳を私が味わうコーナーです。突然始まったので私がカミカミです、すみません。本当に突然始まったね。ということで、今回はラジオネームヤンスーテンさんからおすすめしてもらった、特選四つ葉牛乳をいただきました。いただきましたじゃなくて、美味しいよってことで、おすすめだっていうメールをいただきました。ということで、なんとね、びっくり、ちっちゃいパックでもなく、大きい家庭用のサイズの四つ葉牛乳がキンキンに冷えて今目の前にあります。ではいいんですか。あ、スタッフさんが増えている。なんかすいません、牛乳を飲みますが、あ、入ってない。あ、ちょっとみんな待っててね。うん、牛乳を注ぎます。注ぎました。私こうやって飲むの初めてだな。
四つ葉牛乳美味しいよね。実は知っているんですよ。いただきます。うん、あのね、以前もいろんな種類のこの四つ葉牛乳ってヨーグルトタイプとかもあるから、あの、ね、たくさん種類があるんだけど、特選のは以前飲んだことあるんだけど、なんだろう、舌触りっていうのかな、がすごい滑らかなんですよ。味はあの通常のスーパーに売っているような、例えば美味しい牛乳とかに似てる。でもこっちの方がちょっと高級感がある味です。で、ノーノーと語っていますが、私はあの利き牛乳ができません。なので先にスタッフさんに言っておこう。私は利き牛乳ができないので、突然あのバババって牛乳を並べてやったりは しないでください。もししたら何だったんだこの時間はってことになると思う。はい、台本にはごちそうさまでしたと書いてありますが、このままずっと私は飲み続けたまま進行していきたいと思います。ありがとうございました。ちなみにこのコーナー、今後気まぐれにお届けしていきたいと思いますので、メールよかったら送ってください。ただ1ヶ月に1回とかって決まりもないので、あれないのかな、なくなったのかなっていうタイミングでまた突然あのやってくるかもしれません。そしてあのくれぐれも実物は送らないでくださいね。文化放送のスタッフさんが困っちゃいますので、よろしくお願いします。ということで、のどかな BGM は流れていますが、ここからはふつおたを紹介していきます。ここネーム、数学さんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、こんばんは。こんばんは。6月30日、インスタのストーリーでも触れておりましたが、はい。小原好み、誕生日記念オフ会に参加してきました。ココちゃんにちなんだ、月が綺麗や、くくりのオープンハートといったカクテルに、お店の方の愛を感じつつ、いろんな話に花が咲き、充実した時間を過ごせました。来年こそはココちゃんもお誘いしますね。1年後ならさすがにスケジュール抑えられますか？ええ、お金なら出しましょう。やめなさい。数学さん、ありがとう。そうなんですよね。あの茜空さんかなが、あの多分主催だったのかな、あの焼きとんかどさんだよね、きっと。お店でオフ会をやったということで、あの、ちなみにちょっと話はそれるんですけれども、この日、あの、私は出ていませんよ。あの、大好きな、あの、アソケンのメンバーである、木野ひなと長江里香が川越でイベントをされたそうなんですよ。私、あの、知っていましたよ。あの、川越でイベントをするから、あの、見に行ったって人が、川越にそのまま遊びに行った流れで、このオフ会に参加したっていう、ご報告も私いただいています。皆さん、お疲れ様でした。そして、私ね、インスタのストーリーで、なんで私呼んでくれなかったのって、あの、触れましたが、なんかね、楽しんでいただけたということで嬉しいですよ。しかも、お店の方までね、なんか月が綺麗にまつわるものだったり、くくりにまつわるものだったり、いろんな、カクテルっていいのかな？なんか作ってくださってるということでね、嬉しい。そしてこのお店、以前、岸監督が訪れているんですよね。いいなぁ。岸さん、多分聞いてないと思いますが、一緒に行きませんか？そして、ぜひね、あの、また来年も行ってください。あの、嬉しいですよ。そして、あの、報告したいんだ。先日、事務所に、あの、ありがとうの色紙が2つ届きました。現段階でね。多分2つだよね。皆さん用意してくださったの。すごいみんな温かいね、あのありがとうといったメッセージをね書いてくださって、色紙が届いてめちゃくちゃ嬉しかったです。事務所でわーって言ったらデスクさんに、え、何どうしたのとかって言われて、ああの嬉しいファンレターですって言っていう会話をしたのを覚えています。皆さん本当にありがとうございます。引き続きあの、まあ、ゲストに出られるかわからないけれども、あの楽しんでいただけたらと思います。ありがとうございます。では続いて、ココネーム、ミスターポストさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、ここ版は、ここ版は、毎回楽しく聞いています。ありがとうございます。さて、同じ文化放送で、放送中のアニソンリクエスト番組、
安住かなの君待ちにてココちゃんが歌うかぐや様は告らせたいのエンディングチカッとチカチカがオンエアされました。しかもフルコーラスで、ありがとうございます。これは君待ちのアシスタントを務める浅川奈々さんが実写版かぐや様にて、チカ役で出演される縁でオンエアされたそうです。浅川さんは、チカについて鬼のように可愛いキャラと独特の表現で語り、演じる上では声は小原さんをイメージしたと語っていました。チカを演じられて本当に嬉しそうでした、ということでありがとうございます。そうなんですよ、結構もう経ってしまっているんですが、知っていますよ。ただ、放送されていたタイミング、ちょっと私お仕事をしていたんで、そのラジオ、聞くことはできなかったんですが、流していただいたということでね、ありがとうございます。そうなんです。浅川さんね、実写版の、かぐや様の映画の方に、藤原千佳の役で出演されるということで、私も公開が非常に楽しみなんですよ。そして演じるにあたってコメントをって言って、各キャストさんがこうコメントを発表されている中、浅川さんはね、優しいね、私の名前を挙げてくださっていて非常に嬉しかったです。で、私まだね、実はお会いしたことがなくて、この作品、こっちのアニメ版の座長であるかぐや役の小川葵ちゃんが映画館のシーンに出演しています。皆さんぜひ見に行ってください。いいなぁ、私あおちゃんと一緒に見に行く約束しているんだけど、会ってみたいんだよ浅川さん。なんか機会があったらね、会えたらいいんだけど。ななちゃん聞いてるかな、もし会えたらよろしくね、今後ともよろしくお願いします。ミスターポストさん、ありがとう。では続いていきます。ココネームみーちゃんさんからいただきました、ありがとう。ココちゃんスタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。以前ココちゃんの無印のおすすめかっこココ推しについてお話ししていましたが、ココちゃんの中で、アクセサリーのココ推しは何かありますか？いつもつけているリングやピアスが可愛くってセンス光りまくっているなと思いながら見ています。そんなことないよ。インスタでも時々おすすめのコスメやアクセサリーを投稿していますが、もっともっと知りたすぎて朝も起きられないので、よかったら教えてください。ココ推しな安くて可愛いブランドなどがあればぜひ、というお便りをいただきました。ありがとうございます。そうだね、無印のお話したね。なんかもう話してたらどんどんヒートアップしてっちゃって、途中で自分で切ったっていうね覚えてます。皆さんも聞いてくださってありがとうございました。その後ね、たくさんの方から、前々回、月曜日はカレーを食べましょうって言ったから、このラジオにも、そしてインスタにも、カレー食べたよ、ココちゃんって写真付きでご報告たくさんいただけまして、ありがとうございました。そう、そして、無印のカレーを食べましたっていう報告もたくさんあったんですよ。はい。そして、アクセサリー。で、何かありますかってことなんですけど、そうだな、私いつもこう、なんだろう、気にしているというか、アクセサリー集めるの好きなんですけど、特に好きなのはここにも書いてくださっている指輪とピアスを集めるのがすごく好きです。で、特にピアスはハンドメイドのものが好きなので、例えばなんかハンドメイドショップとか、あとはネットとかアプリとかでもあると思うんだけど、そういったところで購入したりしますよ。すごい一つ一つ丁寧に心を込めて作られているのと、あとはね、いろんな方々のこう発想が素晴らしいなと思って、いつもこうニヤニヤじゃなくて感動しながら購入しています。そして、まあ、ピアスもなんだけど、特に指輪は、ガラスでできたものを集めるのが好きで、あと最近だと、透明なガラスのアクセサリーを集めるのが好きです。例えば今つけているのは、なんかいろんなところで写真上がってるかもしれないけど、右手の今最近人差し指につけてるのは、ミルククラウンっていう名前の、ガラスの、指輪をしています。こう、ミルクをポタって落とした時にこう、弾けるじゃない？
で、その弾けたのをイメージして作られた指輪だそうで、気に入ってつけています。あとは一番最初からつけている、このカーネリアの天然石の指輪は、いつも大事におまじない。まあもうおまじないっていうか、なんかもう身につけてないとちょっとそわそわしちゃうぐらい大事な指輪です。そしてね、ガラスのものだと、普通の金属って言っていいのかな、のアクセサリーだとちょっとさ、やっぱ酸化してきちゃうじゃない？だけどガラスだとそれがないから、いつまでも綺麗な状態で、ちょっと布でキュキュキュって磨いてあげればすぐ綺麗になってくれるから、そこも、気に入っていて、いつも大事にしています。まあちょっとズボラなのかな。うん。こんな感じです。またなんか気になったら、言ってください。ぜひぜひ。インスタの方でも投稿していきますので。はい。皆さんたくさんのお便りありがとうございました。それではここからはこちらのコーナーをお届けします。小原ニヤニヤタイム。はい。こちらは皆さんからのニヤニヤしたエピソードを送ってもらうコーナーです。牛乳を飲みます。はい。飲めました。動画付きじゃないからみんなわかんないよね。本当に牛乳飲んでいるんだよ。この後のツイッター更新されるから見てね、みんな。では紹介していきます。ココネームウィルさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、ここにちは。ここにちは。ついさっきイベント帰りにちょうど小原ニヤニヤタイムを聞いた時のこと、電車で目の前に座っていたカップルがネックバンド型のワイヤレスイヤホンを片耳ずつにして聞いていました。やっぱり恋人同士は線が繋がっていないとダメなんだなぁと思いながら心の中でニヤニヤしていました。ウィルさん、いつもメールありがとうございます。そうか、これを目の当たりにしたんですね。私もよく見ますよ。なんかね、漫画のワンシーンにもなるぐらい、なんか微笑ましいよね。でも、もし私、はいって渡されたら、照れちゃうな。いいな。ちょっと学生に戻りたくなったよ。ウィルさん、ありがとう。では続いて、ココネーム、バイティさんからいただきました。ありがとうございます。小原さん、こんにちは。こんにちは。これは私が高校時代の話ですが、宅急便のアルバイトで配達をしていました。ほう。そんなある日、いつも通り荷物を渡し帰ろうとしたのですが、なんと受け取り人のお客さんが小学校の時に仲の良かった女の子で、8年ぶりに再会しました。お互いに、あーと叫びながら指を指し、まさかこんな形で会うとは思っていなかったです。かっこ笑い。でも久々に、話もできて私もとても嬉しくニヤニヤが止まらなかったです、ということで。なかなかないね、こういう再会。素敵。しかも高校時代の話で宅急便のアルバイトってできるんですね。すごいね。大変だよね、宅急便もね。そっか。どんな感じなんだろう。でも絶対私も一緒にあーって言っちゃいそう。そして偶然なんですけど、私も最近地元の駅の方でなんですけど、あったんですけど、電車降りて夜だったんですよね。実家に夜着くっていう形で帰ったんですけど、したら駅員さんが同級生だったんですよ。そう、駅員の格好してなんか見覚えある人がいるなと思ったら、あれ小原って言われたから、えって言ったら、友達の男の子、同級生の男の子で、何してんのって、いや駅員やってんだよって言われてそう、なんかね、お互いちょっと短い時間だったんですが話ができました。まあ向こうは駅員さんとして頑張っていて、こっちは恋の仕事をして頑張っているって言ったら、知らなかったらしくてね。その後なんか、いろいろアニメを見てくださったみたいです。ありがとう。ということで。なんかこういう偶然の出会いってあるんですね。偶然の再会か。みんなあるんですかね。では続いて、ココネーム、ゆうたさんからいただきました。ありがとうございます。
小原さんこんばんは。こんばんは。お疲れ様です。お、ありがとうございます。毎週楽しく拝聴させていただいています。最近ニヤニヤしたエピソードですが、小学校の時にとてもお世話になった担任の先生と職場が同じになり、約10年ぶりに再会できたことです。何？今日再会祭りなの？自分は役所に勤めているのですが、その先生は役所内の教育委員会に異動になったらしく、再会することができました。その先生が小学校の時にしっかり勉強して公務員になって親孝行するんだぞって言ってくれたので、その一言で自分は公務員になって親孝行しようと決め頑張りました。そんな頑張るきっかけをくれた先生と再会することができ、公務員になれた姿を見せることができてとても嬉しかったです。そして、成長したな、よく頑張ったなと言ってもらえてニヤニヤが止まりませんでした。嬉しくて泣きそうにもなりました。という。よかったね、ゆうたさん。こんなことある？と言いたいけど、私もあるんだよ。すごい、なんか今日再会祭りで私もあるって話が多いな。しかもその先生の一言で公務員になったっていうのもすごいよね。泣いちゃうよね、こういうことあったら。引き続き頑張ってくださいね。ちなみに私のその偶然の再会なんですけど、無印良品でスタッフをしていた頃、ちなみに大沢事務所に入って、1年間研究生っていうのが実はあるんですよね。で、1年間を経て正式所属になるかっていう、こう、審査があるんですけど、その研究生だった頃、まだ正式所属してない頃、まだ無印良品のスタッフもしていたんですよ。スタッフっていうかアルバイトだったんだけど。その時に、小学校の時に、お世話になった先生に会って、で、そう、ちなみにね、私このお芝居がしたいと思ったきっかけが、当時その担任の先生が学芸会でお芝居をしようって言ってやった演、舞台が、小学校の時みんな学んだかな、スイミーっていう魚の物語、黒い一匹の魚が主人公で、赤い魚たちと出会って、マグロと戦うっていうか、まあそういう素敵な物語なんですけど、そのスイミーを演じたんですけど、その、きっかけをくれた先生、女性の先生だったんですけど。で、しかも、当時母親からも、声優になったらとかって言われていた同時タイミングで、担任の先生からも、三者面談の時、このみちゃんはね、声優さんやったらいいと思うよって、確かね、小学校2年生だったんだよ。そう。で、22?3? の時かなに、その先生に再会して、実は私、声優として今頑張ろうとしているんですって言ったら、もうその場でハグ。よかったね、このちゃんって言われて、そうなんだ、私覚えているよ、スイミーやった、その話したねって言われて、もうね、仕事中だったんだけど、大号泣しちゃって、したら、店長さんは、会話をさせてくれて、いいよ、お話ししといでって言ってくれたのも覚えています。そうで、先生にね、その時に、いずれこのちゃんは、多分この無印良品のアルバイトを辞めて、その仕事一本で仕事できるようになるから、めげないで頑張るのよって言われて、その先生とお別れをしたんですけど、見事私、無印良品を卒業して今声優一本で仕事ができていて嬉しいです。なんで先生の住所聞かなかったんだろう。手紙書きたいな。いやー、なんかこういうことあるんだね。ゆうたさん、お互い頑張りましょうね。ありがとうございます。そして続いてご紹介していきます。ココネーム、野良猫の散歩道さんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。僕はなぜか道行くワンちゃんたちに見つめられることがよくあり、飼い主さんに許可をいただいてから、触らせていただいたりするのですが、よく言われるのが、この子人にあんまり懐かないのに、あら全く吠えないわねと言われます。その上、寝転がった上キューンキューンと甘え泣きする子もいます。女の子男の子関係なくです。
動物は、人には感じないものを感じ取っていると聞きますが、僕から何か出ているのでしょうか？もしくは前世に何か関係があるのでしょうか？ちなみに、うちのお嫁さんも同じく動物に好かれる体質なので、彼女は猫と会話します。野良猫にも、にゃーと言うと向こうも返事してきて、それが一回だけじゃなく、その後も会話のようににゃーにゃーと続くんです。正直、羨ましいです。私たち夫婦は一体何なんですかねと来ました。そんなことあるの？さすがに私もあるってならない。羨ましい。へえ。そうなんだ。全く吠えない。懐かないのに私は言われたことないな。しかも夫婦揃ってってなかなかないですよね。これ絶対なんかあるんじゃない？前世に。あとは、なんか、匂いじゃなくて、その動物たちを、こう引き寄せる、フェロモンか何か出てるんじゃないかな。なんだろうね。でもいいことだと思うな。なんか日常で行っていることとか、あったり、するんですか？ぜひ、教えてください。はい。私も、今一人暮らしをしているんですけど、道端に野良猫ちゃんたちがたくさんいるので、懐かせたい。ただ、実家のクーさえ懐いてくれていないので、自信はありませんが。はい。ニヤニヤタイム、ここまでとなりました。ニヤニヤタイムなんですけれども、今回すごい感動しました。皆さん、ありがとうございます。これからもたくさん送ってくださいね。お待ちしております。小原好みの心置きなく。お送りしてきました。小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合は、ココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問だったり、何でも構いませんよ。ぜひ送ってくださいね。ということで、今回も早かったな。そして、今回の今週の一言は、ラジオネーム、インスタントシュガーさんからいただいた一言で、ぜひ励ましてほしいとのことでしたので、一言言っていきたいと思いますよ。ということで、そろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしていきましょう。バイバーイ。大丈夫。君ならできるよ。